何？性奴隷の証拠を？わぁ、何言ってんだよ。アメリカ政府の慰安婦問題調査で、何言われているんだろう。そんなものはない。で、アメリカ政府がクリントン時代、そして、ブッシュ時代の8年かけて、実施していたドイツと日本の戦争犯罪、それらの大規模な再調査の報告があったんだ。なんだか嫌な言い方だし、そのまとめ方も不満だけど、その大規模な再調査が行われたんだね。そう、日本の慰安婦問題やら戦争犯罪、なんちゃらを、要するに、女性の組織的な奴隷化は、日本が行っていたのか？ふん、で、どうだったのさ。慰安婦の強制連行があったとする主張を裏付ける事実関係はアメリカの政府にも米軍の文書にも。一つもなかったんだよ。そりゃそうだろうけどさ、結局はさ、米軍は慰安婦制度って言われるものを日本国内の売春制度と同列のものだろうと見ていたというよ。じゃあさ、たらめだったら、なんでここまで日本は反省してるの？アメリカまで調査しまくってるの？前回の動画で吉田なんちゃらがデマを抑えて朝日新聞が調子に乗って広めたんでしょ。さらに重要なシナリオライターの存在があるんだ。朝日新聞じゃなくて、ガセ情報を拡散された張本人ではあるけどね。朝日新聞、じゃあ誰なの？これは国際政治学者の藤井元気氏が言ってるんだ。福島瑞穂って誰よ。全国模試で1位になったこともあるらしい。東京大学法学部に入学し1987年に弁護士に。すごそうな経歴じゃない？まあね。1998年参議院議員に、社民党の党首なんだ。じゃあ藤井氏の話を聞かせてよ。1、キム・ファクスンの登場と福島氏の役割。2、キム・ファクスンの主張と強制連行のズレ。3、キム・ファクスンの告白と弁護団の反応。1、キム・ファクスンの登場と福島氏の役割。藤井氏は、福島氏が慰安婦問題の仕掛け人であったと主張しています。1992年1月、キム・ファクスンさんが慰安婦として名乗り出た際、福島氏は彼女の担当弁護士の一人だった。キム・ファクスンは韓国人の女性で、1991年に自ら元慰安婦として名乗り出た人物。数多くの発言を残したんだ。戦時下の性被害について最初に訴え出た女性であり、同被害を訴える女性が相次ぐきっかけとなったんだよ。ただ各々の発言の真偽については議論が必要とされてるんだ。藤井氏は慰安婦の強制連行云々の背景に朝日新聞の影響力や拡散はあったことを認めつつも、陰で動いていたシナリオライターが福島瑞穂だと言ってるんだ。そして元 NHK の池田信夫氏は、自身のネット放送言論マリーナ2023年2月放送で、キム・ファクスンが日本のテレビに初登場した際の状況を証言しているよ。池田氏によると、福島氏はキンさんにこう答えるようにと指南しており、要するに福島さんはキム・ファクスンの話す内容を考えていたと述べています。シナリオを書いたということだね。2、キム・ファクスンの主張と強制連行のズレ。池田氏によれば、キム・ファクスンが当初問題としていたのは強制連行ではなく、書で使われていた軍票でした。軍票をざっくり言うと、戦時占領地で軍が聖火に変えて発行する紙票を
軍用手形のこと。マレーシアでもいっぱいあって、軍票については怒ってる声はよく聞いたな。なんで怒ってるの？敗戦で日本軍が撤退すると、軍票は紙切れ同然になった。手に入れた日本の手形のようなものが、急に大暴落して無価値になってしまった。痛いなもんだね。確かに、それで。ただで手に入るバナナの葉と重ね、バナナ紙幣といえば価値もないものを指すようになったんだって。でも私の世代では聞いたことないけど。そうそう、話を戻すと、ヒム、アプスンは敗戦により無効となった軍票分の支払いを求めていたというんだ。そうなの？慰安婦の強制連行とかじゃなくて？そう、このことから福島氏は義務、アプスンが強制連行されていなかったことを当初から知っていたのではないかと藤井氏は疑ってるんだよ。確かに義務さんだけにこのネタは金になりそうって。まあ真相はその部分はわかんないけど、藤井氏はさらに、福島氏がマスコミに対する慰安婦の売り込みを散々やりましたと述べてる。軍票の件についてはもっともなところもあったと思いますわ。途中で朝日新聞の強制連行に乗っかって政治的に利用したんだと批判しています。3、キム、アプスンの告白と弁護団の反応を。キム、アプスンはその後池田氏の番組と記者会見で自身がキーセンとして売られたことを告白、暴露したんだ。キーセン、何その名前？いわゆる遊女、芸者とも少し違って支持選考戦という一子朝鮮時代の身分制度があって、中でもペッチョって呼ばれたアプたちは人間扱いされなくて信じられないほどかわいそうな扱いを受けたんだ。だから支持選考戦の中で一応キーセンは一番下ではなかった存在で、貴族のような存在でヤンバンを相手とするため教養も必要だったらしいけど、そのキム、アプスンは記者会見で自身がキーセンとして売られたって暴露しているんだって。何？めちゃくちゃな論理じゃない？弁護士なの？それで本当に弁護士？すでにこの時点でキム、アプスンの証言に矛盾が生じていたにもかかわらず、福島氏は1993年放送の NHK 教育テレビ、ワールドウォッチングに出演した際、なんて言ってたのさ。慰安婦たちへの聞き取りをやっておりますけど、例えば、騙されたり、誘拐をされたり、強制連行で連れて行かれるなどの例が本当に出てきましたので、何度聞いても心が痛むと思いました。で、何大丈夫ですか？福島氏はワールドウォッチングで本を語っている。性暴力という言葉がありますけど、奪ったのは彼女たちの人生そのものだって。ちなみにこの発言では日本軍という主語を用いていない点を巧妙と言ってる。情報戦をメディアを利用して繰り返し行い続けた理由を新しい歴史教科書を作る会の元事務局長で札幌国際大学教授の大辻隆博氏はこうも分析しているんだ。弁護士としての職業意識で依頼人の利益になるように理論構築していく発想が半ば自動的に行動を起こすような、まあやばいかもしれないけど、私らがうまくやれば国内は説得できてごまかせるんで、的な鷹のくくり方、舐め方も確実にあったでしょうと言ってるよ。ところで福島氏が主語を日本軍と明言しなかった理由は何？いくつか可能性を考えてみると、 1. 法的責任を避けるため。当時慰安婦問題に関する具体的な証拠が不足しており、日本軍による強制連行を断定的に主張することは名誉毀損などの
法的リスクを伴ったんじゃないかな。曖昧な表現を用いることで法的責任を回避する狙いがあったかもね。ずるいって言っていいか、わかんないけど、ずるいって感じるね。により広い層への訴求、一本分と特定してしまうとふざけんなって反発を持つ人や、戦争責任を否定する層には受け入れられにくくなると思い、主語を動かすことでより多くの人に問題意識を根付かせる意図があったかもしれないよね。3、証言の信憑性を強調。福島氏は弁護士として証言の信憑性を重視していたと考えられるよ。一本が悪と思わせぶりにし、あえて主語を特定しなかったとも考えられる。大月氏の指摘する巧妙である点については、主語を曖昧にすることで受け手側に日本軍による行為であるという印象を植え付けやすくなる効果を狙った。これは法的責任を回避しつつも自らの主張を効果的に伝えるための戦略的な情報戦だったんじゃないかな。そんなに戦略家なの？そんなすごい人？そこはわかんないけど、私の言いたいことは、福島氏は全国模試で1位を獲得したこともある女性で、東京大学法学部に進学し、1987年に弁護士登録をしている。これだけのエリート弁護士がなぜ一本を貶めるような行動をとるのか、許せないし、謎すぎるでしょう。皆さんは福島みずほはどうして一本を貶めたいのか、皆さんの意見を聞きたいな。コメントしてね。そう、藤井氏はこんな分析をしてる。当時の東大法学部が左運動の中心地で、反日左運動の震源地なんだと説明してるんだ。エリート学生には役人になって出世するか、反日左活動をするという2つのパターンがあると主張しています。ちょっと何なの？日本はエリートがその2つのパターンを選ぶわけ？どうして日本を嫌ってるわけ？私は日本が大好きで命がけのつもりで日本に来たのに本当に許せないよ。ひどいね。何は何言ってるの？こうも言ってるよ。反日左にとって日本という国家は悪の帝国なんですよ。悪の帝国か。なるほどね。だから日本を破壊することが彼らの正義なんです。要するに福島市慰安婦問題を利用し、意図的に日本を貶める活動を行ってきたと主張しているんだね。その根拠としてキム・ハクスンの証言の矛盾、福島氏の発言、そして彼女の経歴を挙げ、東大法学部の左的な思想と結びつけています。東京大学法学部左というのは飛躍しすぎ？ちょっと私にはわかんないけどね。それも東京大学、当時のことはアメリカ政府の調査結果は何の調査報告？ナチス戦争犯罪と日本帝国政府の記録の各省調査業班 IWG 米国議会宛て最終報告。難しい名前だこと。2007年4月にまとめられたんだ。アメリカで騒がれることはほとんどなかった。慰安婦問題の分析を進める米国人ジャーナリスト、マイケル・ヨン氏とその調査班が、日本の産経新聞の取材により、慰安婦問題に関する調査結果部分の全容が確認されたんだって、すごい情報量なんじゃないの？調査対象となった未公開や秘密の公式文書は、計850万ページ。やっぱり、日本の部分はどのくらいなの？14万2000ページだ。日本の戦争犯罪に関わる文書だって、その一つとして、いわゆる慰安婦プログラム、日本軍統治地域女性の性的目的のための組織的奴隷化、組織的な奴隷化ってひどい言いようだね。まあね。それでどんな報告が上がったのさ？報告では日本の官憲による捕虜虐待や民間人殺傷の代表例が数十件ネックされたが、
まあ、残念ではあるけど。そうなんだ。それじゃあ、慰安婦関連はなかったよ。報告の序文で IWG 委員長代行のスティーブン・ガーフィンケル氏は、慰安婦問題で戦争犯罪の裏付けがなかったことを失望と表明なんだよ。そいつ失望って、そっち側だとしても、何を期待してるの？被害者がいた方が良かったと思ってるの？まあ、調査を流したのが、在米中国系組織世界抗日戦争支持追悼連合会、そしてその名を挙げて、こうした結果になったことは残念だ。これだけの規模の調査で何も出てこないことは、20万人の女性を強制連行して性的奴隷にした。で、矛盾だらけの慰安婦問題は、証明できないのでは？事実を見つめることなく、叫び続けることは日韓関係にとってマイナスだと思うよ。いくら韓国のシンクタンク東アジア研究院は9月19日韓国人に日本に対する意識などを聞いた世論調査の結果を発表したんだって。日本に良い印象を持つ人が4割と過去最高になり、良くない印象の割合とほぼ並んだんだ。保守層が多い70代の好感度が多く改善したとのニュースが流れたんだ。だからこそ本当の言葉、真実が大切なんだよ。日本は必ず覚醒するよ。ありがとう、マストーラ。